いスタート。公園の名作アクションゲーム、新三国無双3のレア武器ゲット動画、始まるよ。今回は高級のレア武器を買っていきます。場所は専用の戦い、食軍シナリオです。さてではさっそく準備に移りましょう。まずは武器チェックから、レベル2になっていることを確認。続いてアイテムチェック。絶衛ヤブミ、弾力レベル3。ヤッコダブ20。電磁鋼レベル18。溶接角レベル20。以上を装備させます。今回は護衛艇をいじらずそのまま撃ちます。行くぞ。天下に人生を敷くため、ここで5を倒す。今回は一戦プラスアイテム集めの金と見られ、戦国武将の実家や寄り道なども地元のことを予想しだす。一問でも落ちたくないのですが、動画時間が長いので、本気の買い物まで早送りします。まず商品を出発できだし、もし、中央さんでの作品検討を出します。これで各地に戦線が出ましたね。ひとまず中央戦線で出した戦線を倒しましょう。本音の読みは圧倒的に弱い敵が2段ステージが抜けるので、全力で行きましょう。この動画では倒していなくが各地に出た戦線は、ただそうしか起こさないです。なのでこれから本陣に出るやつと今倒したやつ以外は、相手しないでもいいです。今出た戦線と一緒に諸角神が出たので、2人を撃ち確認しましょう。なぜなら残しておいた本陣に視点が及び、本陣線が最終する視点があるからです。ちなみに諸角神は武器の盾持ちです。守備力プラス価値はでかい。赤スタンが固まって行動してる場合があるので大ダメージ。こちらの上で戦いましょう。もし一気になった場合は近くの拠点で肉まんを取るか、戦線を倒してから攻撃に入れましょう。なんとか無事倒せましたね。続いてはこの砦から東に向かいます。ここに損傷がいるわけですので倒しましょう。さて北東砦を鎮圧するまでコメント返しといきます。声と武器が相まって最強に見える。確かにそれはありますね。池子でなおかつ武器は固まってきてかっこいい。ですよね。ちなみに声優さんは戦国無双2の豊臣秀吉の声でも、出演なさってますね。この最強候補は、実質5人ナンバーワンと言っても過言じゃないですね。先に今から降りても気がない攻撃と無双があるので大抵の敵は、あっという間に倒せます。敵が突撃増援で味方の引き上がるバグあるよね。知らなかった。そんなバグがあったとは。にわかなるだけで、恥ずかしいですわ。いいこと聞きました。ありがとうございます。では、この返し中断で、次は女性を倒しに行きます。初期攻撃は南東砦ですが、ある程度経つと移動し始めて、中央砦側に向かいますのでいない場合はそちらを探しましょう。今回は運よく移動した手らしく、すぐ近くにいましたね。ちなみに中隊はまだ倒しません。女性を倒したら続いては北西砦を目指します。もし大地の開花の自然が移動している場合は、同様に中央砦に向かうので今のうちに倒すと良いでしょう。ちなみに北西砦には、警報がいますので倒します。ここのマップは広いので慌ただしく動かないといけないので大変です。それでは北西砦制圧までまたこの辺しようが。バフーチャージ最強伝説だからね。ですね。困った時はとりあえずバフーチャージしとけって感じのくらいには、ぶっ壊れている性能だと思います。落ち沼が悪い。引き下がる要素多すぎなんよ。味方が役に立たなすぎるという下りのやつですね。厄介ですよね。おまけに飛行の手やら援軍の手やらでこちらの、引きだだ下がり、敵の引きは上がりまくりで完全してほしいですね。なんとやると楽しいけど難易度高い。ですね。小さいならまだなんとかなるんですが、それ以外の将兵だと、かなり難易度高いですよね。防衛は、ピンとバランス調整を、
さか疑わしい。さて北西砦も鎮圧しましたね。おっと今さら主弁のことを思い出して慌てて中央砦に行ってますね。きちんと覚えててどうぞ。その時思い出したんだ。さて主弁と大指示を撃破するまで、またコメント返しします。ここも苦労した記憶がありますわ。関東の戦いでのコメントですね。味方が極端に少ないわ。裏切るわで大変ですよね。おまけにステージ難易度も高いから敵が強いんですよね。主人と技法は絶対に許さない。ここはクッソ難しかったぞ。諸葛亮レア武器の時のコメントですね。ステージ難易度が高くど兵多いわ。討伐兵長いるわ。士気が高いわ。いろいろと大変なマップですよね。陸上戦自体は西砦の敵を殲滅しておけばなんとかなるので、ここはまだ隙がありますね。さて大敵を倒したので問題が来ましたね。宝箱を回収しつつ尊敬を倒しに行きましょう。代替わり前はそこそこ弱いので簡単に倒せます。終わり。中央戦で代替わり前に倒した時に軍人の士気が上がるので味方が敗走しやすくなります。長時間の足取りは無理だと思うので迅速な行動を心がけましょう。ちなみに代替わり前の戦況台は全員火爆を落とします。できるで多少抜かしても安心だと思います。多分クッソ選手はここにあります。笑顔は取りましょう。次は選択した郊外を倒しに行きます。今は何か導入されていることがあるので気をつけて戦いましょう。でか選択と郊外を倒し終わるまでまた米変身して。後陣の参戦タイトルはどこ？流れがよろしくないです、ね、ここ、ここでは、9、マイフレーム投稿しろ。やめてみんなの表に進みを待ちください。9、もしかし進みとって、昔を思い出しながらゆっくりしていってね。9、BGM いぞこれ、動画からゲーム音声を抽出して突出してるだけの拡散作用です。途中で不自然なことがあったので個人的にそこが残念です。左右交互に攻撃するのが使いにくい。確かに音ぐらいですよね。画像や集会みたいな感じの画像攻撃なら楽なのに。画像と集会以外でやる気がしないぞ。それは確かに言えますね。他の武将と比べて圧倒的に楽なのは夢でもない事実ですからね。さて倒し終わったようなので次は本陣の尊敬を撃破しましょう。デハ尊敬を倒すまで米返しに戻ります。9、ダート競争をなくせばいいのでは。申し訳ないのですが理解できなかった。調べても競馬しか出てこなかったし。9、そういう解説してる時こそ右枠に四角画像を載せるべきじゃないですかね。確かにそれもそうですね。四角画像あった方が装備の変遷もわかりますね。もし次に多様なことがあったらその時は四角画像を出しますね。このクッキーすごいっすね。このクッキー星は光栄が出してるらしいっすね。CG でできてておまけにプロの声優使ってるっていうすごい城なのですぞ。昔はこれでどうやる、と多少出たな。懐かしい。この13年で CG も大きく進歩しましたからね。でもこの CG なら今でも余裕で通用すると思います。私の実力を見せてやる。先にジャンプしてジャンプ誘って空中で迎撃してやく。一応たまにこの戦法でやってるんですが、やり方が悪いのか、あんまりうまくいかないのです。練習あるのみですね。さて尊敬を倒し終わったようなので、次は南東砦の孫将校と集隊を撃破しに行きましょう。
注意点は、球体の無双ランズと2人の合流ですね。俺が積むぜ。味方で強いということは敵に回しても恐ろしいということにもなります。短期決着で早めに倒しましょう。不安なら中盤セーブも。ではまたコメント返信へ。手強い。さんじゃ初めての無双で思い入れありますあります。初めての作品ってどんなものでも思い入れがありますよね。見切れるかしら。自分は新三国無双2を一番最初にやったのでね、すごい思い出があります。タタタタタタ、援助校がなかったら危なかった。こういう風に突然撃ってくるので油断はなりませんね。ありますあります。攻略本にも書いてないイベントなんですよね。撃ってる人が他にも撃ってくれてよかった。なんてバカな護衛艇の周囲は全て女性タイプにしてたなぁ。それも一種の楽しみ方ですよね。やっぱり戦場には花がないとね。護衛艇室でもってなくなったよね。4までいたのは覚えてます。記憶違いでなければ5、6はいなかった。なのではまた復活しているみたいですが、ディアー戦記者様に比べたら自分はまだまだです。これからも精進していきます。ありずに感謝しろよ。本当感謝しても足りないくらいですわ。足を向けて寝れない。余毛のチャージ6は小用のチャージ6と比べてガードされやすい気がしてた。攻略本によると攻撃速度は余毛が42人中31位で、上量が42人中38くらいらしいので、どうしてなんだろう。謎です。さてさて旋風弾をゲットできましたね。あとは消化試合になりますので、倍速にします。動きをフリーズ。絶叫。形式、家計の読み方を規定と呼んだ時ですね。ネタになりそうだからそのままでいきます。女は怖いか分かっています。女は怖いと呼んだところですね。それもネタとしても用できそうなのでそのまま見つけきます。今でもリアルっぽい。言えない。個人的には全然リアルだと思いますよ。14年前で殺して、僕に考えると相当すごいと思います。かつてのスタッフに敬礼です。あんな役のテーマ付き。確かにいいですよね。ただ個人的に一騎打ちのトラウマが思い出されるので2の方が好きです。3からプレイアブルになったジンダム息子。ジンダムはゴツってかっこいいですよね。個人的にチャージラッシュのファイアーボール連打は何を一つでお気に入り。勘以外プレイすると結構きついぞ。すぐにステンス上がる。初期だったら調子も意外といけますよ。振り長いしチャージラッシュも扱いやすいのでおすすめです。矢印諸葛端のがあるから難しいんじゃない。どっちに戻ってこないかのコメントに対してですね、大人の事情で出せない可能性は高そうですね。DLC でもいいから出してほしい。直実。ちょっとした容量節約かね。それはあるかもしれないです。今みたいにそんな大容量ってわけでもないし、仕方のない初期だったのだと思います。さてそれでハリザルト画面を見ていきましょう。今回の転身の場所コーナーは入れる場所がなかったので動画最後に入れますね。お楽しみに。今回は特にめぼしいアイテムはなかったですね。さて無事武器も更新されましたね。今回はこれにてご視聴ありがとうございました。さてここからは表の剣用の戦い転身の場所動画になります。実際に攻略興味ない方はブラウザバック推奨です。場所は城中央の建物の階段の上です。ちょうどマップの中央あたり。
全身を手に入れながらお別れしましょう。それでは今回はこれにて、ご視聴ありがとうございました。